時は元那、尾張名古屋、徳川義直公に嫁ぎし春姫様のお話でございます。ところが中、ぬくもり告げたる一輪の梅の花、その梅、名は春姫様と申します。水も滴るいい女でございまして、紀州切手の器量と気立て、爽やかな姫様でございます。この春姫様、こたび良縁ございまして、めでたく契りを結ぶことと愛になりました。紀州和歌山後にして、さあさあ向かいし終わりの春姫道中、いざいかん。様をめとりますは、尾張徳川義直公、百花繚乱花の都、初代藩主の名のもとに尾張を滑る大名様。20代目武道源氏、恋愛桜絵巻春姫嫁入り道中。祝福を